納車から約1ヶ月が経ちました。雪が落ち着いたのでハイエース用に買ったものをつけていきたいと思います。大まかにこの 1,2,3,4,5 をつけていきたいと思います。まずは今回運転席と助手席、後部座席のマットをつけていきたいと思います。本当は納車前に買っておくべきでした。この1ヶ月でこんな汚れてしまいました。後ろはまだほとんど乗っていません。ほぼ土金状態です。今回設置するのはこの2つ。水洗いできるプレミアムラバーマットを設置していきたいと思います。後ろは普通のラバーマットです。まずは掃除をしていきたいと思います。納車されてからすぐにラバーマットを見に車屋に行ったんですが、ハイエースに合うものってなかなか売ってなくて、それでネットで買うしかないかなと思いました。ちょうど年末年始を挟んでたので、だいぶ納品も通常より遅れてしまって、あと雪もあってこんな1ヶ月も経ってしまいました。本当はやっぱり事前に買っとくのが一番いいかなと思います。次は助手席です。今回買ったのは運転席と助手席、あとはその間の部分も、ラバーマットがセットになっているものを買いました。これで前の掃除は完了です。次に後ろです。後ろはほとんど乗ってなかったので、さーっとかけていきたいと思います。これです。プレミアムラバーマットというだけあって見た目はすごくいいです。それにとても軽いですし、水をはじきます。この文字のところにもビニールがついてます。後ろにチクチクする滑り止めがついているので、こうやってただ置くだけで滑らなくなります。ただ付属品にはこの穴に固定できる部品もついてきてました。サイズもぴったりです。これが強い。次は助手席です。これは運転席と助手席の間の部分のものです。反対側も。これで渓流釣りとか湯釣りに行った時でも多少濡れても大丈夫だと思います。こんな感じに敷き終わりました。見た目も悪くないと思います。次は後ろ。後部座席のはモロラバーっていうものにしました。こういう風に丸まって送られてくるので、ドライヤーで元に戻していきたいと思います。だいたい5分ぐらいで元に戻ります。
はこんな感じだ。これもぴったりフィットです。ただ戻しが足りなかったのかちょっと浮いてますが、使っていくうちに元に戻ると思います。